こんにちは、ブルーホースです。続きやってまいりましょう。ゼオル伝説モンジュラの壁、タタタタタタタ。いやなんかね、4つ目のねステージもクリアしたからさ、ちょっとまあ気が抜けてるっちゅうかなんちゅうかね、なんかまあちょっと一安心、ホット安心、ホットもっと美味しいご飯を食べましょうっていうところなんですけど、今回はサブクエをクリアしていきますっていうのも、今ねご覧いただいた通りでまだねお面が4つ取れてないんですね。なので、お面を全部集めに行かなきゃいけないんですけど、まあ、今回その一番、まあ、お面を取るのにすごい厄介というか難しいというかレベルが高いっていうところを、まあ、クリアしていこうかなと思っていますんで、多分それでワンパート丸々使っちゃうんじゃなかろうかっていうところなんですよね。ということで、まだまだ時間が経つんだけど、まだまだ時間が必要なんだけど、あれなんすわ。なんだっけ、ロックベル。そう、あのね、言葉が出てこない全然言葉が出てこない。あ、そう、いろいろとやらなきゃいけないことがたくさんあるっていうのはありつつも、あ、ちょなんかね、嫁さんもさ、なんかあのスプラトゥーンとかを結構よくやってんすよね。だけどなんかコントローラーがおかしいって言ってるから、そもそものこのプロコンのんがなんかさ、ほらバグってあーとかってさ、なんかさうげーとかって言ってたりとかしてるけど、実際やっぱ狂ってるのかもしれないねこれね。まあちょっとドンマイっていうところなんだけど、まあそんな言い訳もしつつ、あちょガン燃えちゃうよー、ガン、あーちょ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 ということで、時間が許す限りですね、粛々と、まあ、ルピーを貯めていって、OK、そう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 。でね、2時になるまで、今回、あ、こう、そうか、まあ、そうだよな。いや、やったことある人しか多分これ見てないっていうことを信じてですね、何をしてるかっていうと、夫婦の面を取りに行こうとしていますと、で、夫婦の面がさ、まあなんだろう、本編の中でも、まあ、本編というかサブクエの中で一番難しいやつになるんですけど、それをまあ手に入れようと思ったらね、いろいろとやらなきゃいけないことっていうのがたくさんあるんだけど、まず一発目にその、必要なのが、あ、ちょっと待って。ゴリにあれだ、光の矢だった。一発目に必要なのが、あれなんですわ。まあ、あればっかりっていうか、なんかもう、今日ダメだ。全然あれだね、回ってないね、下が。下も頭も回ってない。もう、動いてるの多分あれだ、おちんちんだけだよ。で、そう、夫婦の面を取らなきゃいけないですけど、最初のイベントがね、そもそもがね、2時からスタートっていうところがあるんで、まあ、まだまだちょっと、あっちー、どんどん燃えてるー、よいしょ。ほい。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ、なんか食らってるし、結局。あっちょ、あべべ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 。ほい、オッケー。ドア、まだ爆発してるのか、危ねえな、あの野郎。そう。なので、まあ、これ画面に映ってないと同時進行で進まんにやわってか。どうしようかな。じゃあ、この間になんかハートのかけらとかも覚えたらいいなと思ってるんですけど、今ね、ハートのか、回復、うん。てっきりなんかルピー、あ、そうか、でもハートのかけらがもらえるところだったからってところかーん。そうか、残念ですね。で、ここ戻ってくると、でい、コドドンを。ドドンドドンドンドドッドドッドドドッドドッドッドッポーン。なんだよ。青ルピー3つだったらちょっとなんか損なんだよな。あれの音楽をやったところでルピーがもらえるだけで大して意味がないってことだね。はい、やばい。こいつね、あれなんだよ。おつむがちっこいんだよな。おむつは大きくなっていくサイズなんだけどね。あ、ちょちょちょ、待ってた。お、背中の背景、背中の傷は禁止の恥。はい、くる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 。オッケー。で、残り1匹いったら、まあ、とりあえず、あれだね。そう、ルピーを貯めてて、確か5000ルピーを貯蓄することができたら、なんだったっけ。あれで、あれだったはず。ハートのかけらがもらえたはず。ハートのかけらもね、16個以上集め、ハートのかけら16個じゃねえや。ハート自体も16個以上にしていかないと、まあ、残念ながらね、ちょっと中ボスラッシュに出会うことができないんだけど、これなんかさ、地図に映ってる箱？宝箱っちゅうの？これはなんか、手に入るのかな？
まだちょっと、あ、でもなんだかんだであと2時間か。ちょっとこっちか。こっちの方進んでって、なんか宝箱って手に入るのかな。たた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 たちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あれと、あーあった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 。あったあった。マジであったあったあった。チュ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 ここに宝箱は、あった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 。やっぱちゃんと地図って見るもんなんすね。ってことでね。まあでもなんか20ルピーここでポコッと集めるくらいだったら普通に。よいしょー。てらじゃじゃん。ってことで、もう戻る頃には20時に、いやじゃあ20時に、20やべえ。まずは お鍋釜亭で、普通にあれを手に入れます。宿の鍵。やっぱ拠点がないとなかなか難しかったりするからね。拠点を手に入れてなんぼっていうところがあるから。ちゃ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 とりあえず、たらぱっぺらぺっ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 と。で、ちゃちゃ、おかまちゃーん。てか、鍋かま出てさ、予約取ってるけど、前から店なのかな。よくよく考えたらさ、お金払った記憶がないんだよね。一晩なんか100ルピーですとか、そういうのも特になかったりするじゃん。それともそういうなんか親切設計なのかな。それともすでにクレジットカードで本物のブルーホスさんがね払ってくれてたのかなっていう。だとしたら本当にごめんねっていう感じなんだけど、じゃあもう間もなく2時になるので、よいしょ、ゆっくりゆっくり。あ、でもこれ2時ピッ、あー、なんかいろいろベラ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 喋ってんの。あいつ入ってくるんじゃねえか。チャラチャ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 、パッ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 、オカマ、パッ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 、オカッパ。で、まずは、いらっしゃいませー、予約です。なんでそんな不安なんだ。ペーキュッペッペーン、ありがとう。なんかよくわからないけど、予約してました。ごゆっくりからのタラタタ。あ、そのお面、あなたもカフェ探してるんですね。え、そうですよ。あれ、ああ、なるほど。そいつと喋ってからってことか。なるほどね。ってことで、じゃあ今のうちにお金パクります。しかもさ、宿泊店で100ルピーが手に入るって、いくらこのなんだろう、ひび割れている宿だったとしてもさ、いえ、お金くれる宿って他にあんのかね。なんか昔、なんかどっか温泉街に行った時に、なんか10円だか100円だかがクレーンキャッチャーで手に入れた。今さら、はい、11時半、話はその時に、そしてなぜ夜中なんだっていう話なんで。ってことで、こっから夜中まで暇になるんで、一旦、じゃあ、最初の夜までは、なんか飛ばしてみましょう。でも、ここで飛ばせるのかな？ポストメン！あれ、そうか、そういえばさ、ちょっと待って、ポストメンのイベントってさ、今からできるんじゃなかったっけ。じゃあパカパコピーピピーププ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 。ポストもあれだね、早いな。これ戻ってイベントができるんだったら、しかも確か1回2ルピーとかじゃなかったっけ。あれ10ルピーも取られるんだったっけ。しかもこいつね、何がすごいってね、入った瞬間にさ、着いたらさ、普通にさ、もうトレーニング始まってんだよね。休めよって。まあでもね、仕事ができる男はね、休む暇なんかないんですよ。常にトレーニングなんですよ。パカパパパパ、ほら、ノータッチで入ったのにさ、こうやってほら、もうすでにトレーニング始めてるんですよ。ドスコイ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 って。で、ちなみに小指から入れないと、人差し指から入ると、なんか、指が折れちゃうとか、怪我をしやすいみたいな話になるんですよね。なんだっけな、なんか、かばしたりじゃなくて、なんだったっけ、忘れた。ちょっと待って、集中。全集中。あー過ぎてるのだー。あ、いやいや、こっちの話、もう一回やりたそうな子はいいよ。でもこの2ルピーって何のあれなんだろうな。やっちまった。まあまあ、前もやった気がする。やりたいです。あなたの穴に突っ込みたいです。やりたいです。
ちょっと待って、めちゃめちゃラグあった今。あれ気持ち早く押さなきゃいけないから、ちょっと待ってね。おっしゃ、来たー、田中です。絶賛不正しましたけどね。チャルチャ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 ン、野生の本能、オッケーってことで、11時半まで暇なのだっていうところだから、一旦じゃあ11時になるまで、あれ本当に11時まで何もなかったよね。11時、12時。そうだよな。よし、じゃあ、11時になるまで一旦カットしましょう。バイバイ。下の上でまったりと転がしながら飲むの、これがシャートロマンに、まあ牛乳を提供するバーっていうのもなかなか珍しかったりするんですよね。まあなんだかんだあったら便利かなと思ったから、まあなんだかんだあれば便利かなと思ったので行ったんですね。シャトーロマーニちゃんを飲んで、そろそろアンジュちゃんとお約束をチュッチュしなきゃいけないというところだから、で、その前にちょっとですね、お前も哀れだな、俺がお前のお乳を奪ったよ。お乳を奪ったってなんだ。風が湿ってきた頃、明日は雨が降る頃。ほんで、ですね、あ、向かってる。ドルンドルン、ドルン。ドルン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 ドルここ、私手紙がくれますよ、入れてください。これが届くとき、手紙、あなたは彼に会えるはず。預言者か何かかな。アンジュは待ってます。そしてその時彼どんな、私は怖くてできないから、お願いできますか。いいですよ。ありがとうございます。まあ、多分いいえって言っても、そんなこと言わずに言って、あとね、この、なんか、いい、ま、万が一、朝早く。アンジュさんが雲隠れした。怖くて会えないって、なんなんだろうね。よいしょ、ということで、ダイナミック不良。で、どこで出したらいいのかっていうのがわかんないから、とりあえず、カーフェエッジが最初に確認をしていたところを、ペペ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 ペしようかなと思うので、とりあえずここに、パンパカペカペン、いらっしゃい、ガッピー。ちょっと待ってね。手紙出します。こいつを突っ込みます。さあ、食べろ、確かに受け取りがピーンと明日になりました。とりあえず、電柱じゃねえや、団柱対。ほんで、んで、カーフェに会いに行くのは、確かこれあれだよね。明日とかだよね、パパパパポポプクプクポコピキプク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 ポコポポよし、じゃあ、はい。じゃじゃじゃ。さあ、二日目の朝。こっから、だからまた、3時くらいまで確かなんかあるんじゃなかったっけかな。この間になんかいろいろとできることがあればいいんだけど、それまでやってるとね、多分ね、みんなの、にね、収録時間がどうやらいことになるだろうな。このイベントとかもやりたいんだけどね、本当は。なんだっけ、集めることによって、でもな、ゴートとかも倒さなきゃいけない。いろいろとめんどくさいことがいろいろ来るんだよな。ってか、ごちゃごちゃ喋ってないで、一旦じゃあここは、カッツしましょう、再び。なんか、うろうろしてたら、すげえ変なやついたんだけど、これどうしたらいいんだろう。これここか。あちゃ、落ちてこい。あれこれ無理なのか。あ、やっぱいけた。おおか。ああ、シュクリ、ごめんね。俺のせいだ。やっちまった。ごめん。俺がカラスから盗ん。あ、なんだ、お前ただの泥棒だったのか。じゃあいいじゃん。ザナミサラス。へえ、こんなイベントあったんだ。なんかやっぱあれだね。
おっさんになって改めてやってみると、今まで知らなかったことがいろいろと分かってくるもんなんだね。楽しい。いやー、やっぱゼルダって奥が深いなー。カラスから盗んだ200ルピーだぞって言ってたけど、なんだろう、カラスが鳴くから、かー、ロボット、違う、そんなくだらないこと言ってないで。あれ、ここに虫がいる。あ、ちょっと待って、さっきさ、なんかさ、虫がめっちゃ手に入るとこあったんだ。まだ時間は、そうだね、3時から入れるはずだから、まだ2時間あるから、まあ、実質2分とかだけど、ちょっと待って、ちょっと。最悪飛べばいいし。いっけー、急けー、走れー。あ、すっげー苦しんでる。いやー、でも連座ってね、マジでね、その一発目やった時ってさ、なんかこう、初日よりも2日目のが痛いとかよくあったりとかさ、あとなんだっけ、あれ、あのね、癖になっちゃうんだよね。歩き方が変、あの、カバーオーとして逆に変な歩き方になって、よりぐねるみたいな。これなんか怒んのかな？赤の点があんのか気になるんだよね、左下ね。あれ何なんだろうな。よし、ってことで、行ってこーい！こっからムジラの亀とか出てくるかな。たた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 。中に入ったらいろいろと耕してくれるとか。3匹目は、あおーなんだ？ありがとう。小銭稼ぎ。パフ。じゃあ、そろそろ洗濯物行こうかなってところなんだけど、まあ、まだもうちょっと時間があるからな。パッパッパッパカパカパーパッ。たださ、行くときに、あれ必要なんだっけ？いや、特になかったはずだよな。思い出と、思い出のペンダント手に入れて、思い出のペンダント、ちょっと待ってね。で、3032ルピー。じゃあ、よっしゃーで、ナンバー預けんねん。あら、大盤振る舞いじゃ、全部手持ち預けたるでいい？どっひゃー。あ、そら、ワイ金持ちでんからな。で、まあ、いいか、とりあえずこれで行きましょう。で、あと1分くらいかな。ちゃっちゃー、ちゃっちゃっちゃー、ちゃっちゃー、ちゃっちゃー、ちゃっ。特には、あー、トメちゃん！下ばかり見てもダメなの、トメちゃん？あれ？そういえばさ、バイトいなかったっけ？バイトがいて、クビになって、みたいな。おー、今日も頑張ってるね。やー。ただいま話をすると予定が狂うのやー。あ、これあれか、もしかして今から手紙を入れに行くパターンか。じゃあ追いかけてみましょう。じゃあだったか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 だったいつもベラベラ喋るでしょう。今のね、ちょっとね、いろいろと、あの、疲れてて今。けかん、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 かん。あ、ガチャ。これ今、いてて大丈夫なのかな？はいはいはい。で、ここで手紙を受け取る瞬間を目の当たりにするみたいな、そんな感じなのかな？ただいま仕事中なのだ。ほい。お、やったやった。あなたにお手紙なのだ。受け取って、で、これ先に入ってられる？入れたー！マジか！じゃあ、マニアちゃん。マニアちゃん。これなんか、あ、なんか調べると出ない？あ、出ないのか。うわー、べっ。で、あ、こっから覗けるんだっけ？確か。おめん。あれ、無理じゃね？あれ、こっからなんか覗けるんじゃなかったっけ？何も見えん。よう、元気か？緑の帽子、緑の服、アンジュの手紙、おめえのことが書いてある。カフェ探してるらしいでんな。おめえ秘密守れるだか？俺の名はキータンのおめんだ。アンジュはお前を信用した。僕もお前を信用するだ。おめえ、パッチリ二重ちゃんです。僕がカフェ。あんたね、私がカフェおつねんなの。あんたどう見てもガッキーじゃない？おめかぶって変な子、この姿でも隠れてられて、この姿のせいじゃない。僕はこの姿された時、来たもの誇らずも、ダイオスサウダスに行った。その途中、ひょっこひょっこ、あか、悪い顔出た、あれた、あれた、あれた。あいつ、あそこでしか犯罪を犯さないみたいですね。私の相棒みたいに、ドルよ！結婚式を前にして行かれてたんで、その隙を狙われた。争う！君、もっと親身になれよ。アンジョが失敗しろに分かってる。でも今まだ出ていけない。婚礼の面を迎えに、
って、これのメモからでこのペンと味を渡してくれ。パパかパパいいでしょう。大人の事情はわからないが、とりあえず、でもいいんじゃない、あの、子供の体でいろいろとキャッキャムフフってさ、やったらさ、なんかもう全身なんかもう、ああ、やめとこう。アンジュの体は婚礼の儀式のために清く清らかに整えてあるんだから、私みたいなおっさん汚れポンチがゆうやばい日本語が喋れないということで、とりあえずアンジュに会いに行きましょう。アンジュアンジュジュアンジュをジュージュー、もやしってパニックになるよ。パッパカピクプープーピキピクプー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 。ちょっと雨に濡れている位置なんだね。アンジュさん、どこさん、どこさ、ヘキサエンさん、おい、元気？あ、彼に会いましたか？会えたぽー、ありがとうございます。え、なに待つことにします。約束しない。彼です。彼を信じます。そして私は月を倒すことなく、一緒に潰れてってもらいましょうか。で、こっからが確か3日目に、あれだから、ちょっと待ってね、3日目まで飛ばしましょう。で、3日目の、確か1時とかだった。パパポコピキプクポコパカポコパケプコポコポコヘカポコピキプン。次の日の夜まで進めましょう。あれ？次の日の夜？あ、もう一回やらなきゃいけない。少々お待ちを。じゃ。誰も聞きたくない私の喘ぎ声。多分、あの、安心して。自分も聞きたくないから。でも、それに対する何が安心なのかよくわかんないけど、とりあえず、オッケー。ごめん、先取りしちゃった。先出ししちゃった。で、1時まで暇だから、そうだな、朝日が揺れる、ルル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 ル、タラバガニが食べたい、アトム叫ぶ、おっさんのパンチン、なにウッドフォールということで、仕方がないのでウッドフォールに行きましょう。そう、あのね、ウッドフォールのその、あの赤いのがうろ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 してるのがすごい気になる。あ、これあれもしかしてさ、あいつ違うな、あれ、あいつ？あいつだよな、多分な。こっちのことやってんじゃねえか。あ、やっぱそっか。なんだ、こいつだったのか。ほい。逃がさないわよ、ダーリー！なんで。やばい！なんでこの時に外す？よいしょ、オッケー。パファン。オッケー、逃げろ。あんまりね、あっちに行かれすぎるとね、この辺り確かね、なんかすげえ。稼ぎドッキー。ドッキードッキー、ワクワク。あー、カッパッパのペーで、ぬるぬるの、ぽい。あ、ちょ、おい、6発。着地成功。なるほどな。こいつが赤いやつの正体だったのか。それ知らなかったら初めて知ったわ。よし。で、よいしょと。ごめんね、なんかこんなダラッとした感じのあれで。まあ、たまには、なんか、気楽なラジオ感覚っていいんじゃないですか。僕ね、あのね、大変な時期なんですよ、今、本当に。あのね、ずっとね、社会人になってからさ、営業の仕事をやってきてるんですけど、あのね、ちょっとずつね、担当する企業の規模が大きくなってきているというか、あのね、本来さ、なんかさ、組織とか変わるときってさ、なんかこう、半期に1回とかさ、年度が変わる瞬間とか、なんかそんな感じだったりするじゃないですか。あのね、うちの会社ね、まあ、大手っていうのもあるのかもしれないけど、大手だからこそなのか、ちょっとわかんないんだけど、まあ、あまり内情喋るとあれだから、良くないんだけど、あのね、気の半ばでね、急にね、組織が変わったの。それがだいたい半年前くらいで、あの、だいたいね、あの、うちの会社って1月から期がスタートするんだけど、その1月から期がスタートして、じゃあこの組織でこう、今年1年やっていくね、みたいな感じでスタートした。そこまで良かったんですよ。そこまで良かったんだけど、なんかね、1月の半ば、2月くらいに、やっぱこの組織変えね、みたいな感じで上で
で、なんか話し合いがあったらしいんですよ。その話し合いがあった結果、よし、ブルーホースよと、お前違う部署に飛んでもらうわ、みたいな感じになって、うっそ、マジでピョーンってなって、法人営業っていう、その、やること内容自体は変わらないんだけど、これまでその、なんか中小企業とか、まあ、言っても順応手くらいがメインだったところがね、もうね、超大手を担当することになって、これまでなんかもう、なんかとんでもない数の企業を担当してたのが一気にその担当する企業数とかも少なくなって、その代わりに一社にちゃんと深く入り込んでって、もうなんかね、いろいろと営業かけなさいよと、その一社に対していくらっていう売り上げを上げてきなさいよみたいな感じで、これまではそのなんか、例えばさ、じゃあ仮に僕が300社の企業を持ってたとしたらさ、その300社トータルでこの売り上げを上げれれば、まあ別に300社のトータルだから、まあ10社だけでそれを売り上げてもいいっすよみたいな感じだったんですよ。極端な話を言えばね。それがまあいかなくなったら、それができなくなったと。全社まんべんなくアタックしていかないと、1社でも取り逃してしまったら、もうそれだけで大きくダメージを負うようなくらいの規模の会社っていうところに、会社規模を担当することになっちゃったから、まあ結構大変なわけですわっていうところなんですよね。だからまあいろいろとね、今四苦八苦しながら半年間ね、まあ3ヶ月間はなんかこう引き継ぎ等々で、まあゆるくなんとか難を逃れてやってこれたんだけど、まあね、この8月9月とかくらいになった頃から、まあ本格的に自分がしたいなって動かなきゃいけないみたいなところになってくるから、まあ忙しいわっていう、雨あられっていうところなんでね。だからまあいろいろとこうで、皆さんもこうお仕事を特にやられている方々に関してはさ、そのジョブローテーションみたいな言葉もあったりするじゃないですか。僕さ、別にジョブローテーションっていうわけじゃなく、まあ部署自体はその企業規模が変わったからっていうことで一応変わったはしたんですけど、やること自体大きく変わるわけじゃないのよ、営業っていう 大枠からね。それでも大枠営業っていう仕事を継続的にやりながらも、それでもやっぱりその対象となる企業の規模が変わることによって、これだけその働き方っていうのが大きく変わるってことになればさ、大手とかなんかでよくあるさ、ジョブローテーションでさ、なんか1年間総務やったら次は営業をやってて、その次は製造やって開発やってみたいなとかで、いろいろとこぐる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 回されたりとかするとさ、まあそれは大変ですわなって、お前なんかだんだん位置高くなってってない？トメちゃん悪い、おいらもう逃げるわ。あれがトメちゃんなの？トメちゃんずっとあそこでなんか巻きくるくるぐるぐる回ってるだけなんでね。まあ、中、そういうわけなんでね。はい、くるっと回って、ぴょーんって言って。これ、開けれる？コンコン、もしもし。鍵がかかって、いる無理。あと15分。まあ、実質15秒。ダラチャチャー。あー、無理だったー。だからね、まあ、だから、まあ、いろんなことをね、その20代とかのうちに、経験するっていうのは、すごいいいと思うんですよ。30代とかになってたらね、ある程度キャリアとかって決まってきちゃうからね。ということで、おっちゃん喋ろうぜー。よー、君は緑の帽子くんか？わしな、カフェからことずかっとんのや。カフェな、わしちっちゃい頃から知っとんねんけど、楽器の姿であるときびっくりしたで。けどな、モテた聞いたのおめんで一発わかったんや。お昔、まだちっこいわしがあげたらまだ大事モテてくれたんやの。なんや、わからん、ここまでお前にやるわ。あ、またくれんの？あれつっても、あれつって聞いた。お下がりってことは関節中？チャラチャチャ、母の速達、一速達だから急いで。それ見てないと、球場で、行かない、行ってる、ペキピン。で、この母の速達に関しては、あ、渡すでいいのかな？ちょっと待ってね。あれ、母の速達は今渡すでいいのか？沈んじゃう。ちょ。パッパカパカパーパー、ピキピクプクプー。ププ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 プ。オッケー。ちょっと待って。ああ、トメちゃん。我は逃げるわ、って。この段階で、次が確かね、19時くらいまでならないと、会えないはずだから、この、あ、ちょ。おっちゃん。なんや、妖怪な。ミルピー預ける前にな。よし、これで、あと1000ルピーかな。まあ、ここでなんとかなるんじゃないですか。ピッ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 。まあでもね、組織が変わるってなった時にはね、まあ組織が変わるというか、俺自身がこうなんか部署を移動するとかってなった時にはね、なんかこう、これまでこう、慕ってた上司といいますか、あれ ?9 時から30ってさ、ん ?30 って、えどういうこと ?3 時じゃん、今。3時までじゃん。あ、9時から3時までやってないよってことなのかな。3時以降に帰ってくるって。これ直接渡すでもいいのかな。でも確かポップマンにさ、渡さなきゃいけないんじゃなかったっけ。聞いた。ちょ、てい、ちゅーん。オーラをまとって大変な時にこんな仕事をやるけー。
よ、おら。あ、出てこない。あ、出てきた、出てきた。ほっほっほっ、マロ、無駄じゃぞ。尻尾のツヤ、尻尾がないわ、お前には。ボンバーズの団長は、おっさんばっかりやん、ジム。おお、素晴らしいぞよ。パンツは、履いてないって言いたいところなんだけど、そうはいかが、おろさないってことだよね。ダルマーニって何族？ゾーラです。おー、素晴らしいのじゃー。起きな、起きないって、死んどるやん。ええにょけ、チンクルチンクル、フニュニュンパ。バピプペポ、クルリンバー、クルリンパ。これ、クルリンパってやっぱあれなのかな？上島さんとバッったのかな？あれよ、またお、ということで、これで終わったはいいんだけど、ポストマンにさ、預けるってできるのか？ポストマン探しに行く？ポストマンって今どこにいるんだろう？よく耳を澄ませばさ、どっかでさ、あ、いた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 。ポストマン！ちょ、あー、もう、おめでとう喋ってる暇ねえんだって。なあ、もう、めんどくせえ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 、つらいよー。いや。何してん、何してん。あ、分かってる分かってる、違う、俺今からポストマンに入って、ポストマン、はい、ポストマン、ちょっと待って、どう、ポストマン、ポストマン、待って、ポストマン、ポスト、早いって、ポストマン、ポスチェックポストハウス、チェックポストハウス、ポストハウス、マジか。どうしようかな。18時以降とかじゃなかったっけ、確か渡りに行くこと。あとちょっとの時間が暇になるから、まあ、ちょっとカットするほどの時間でもないんだけどな。まあ、とりあえずもう一回あいつぶちのめして帰ってくるか。200ルピーじゃん。パコ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 。あれ？マップがない。あれ？あった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 。どこ行った？あ、いた。キャパパッピキュー、ちょーちょっとこと。ほう、下手くそー！はいー！へい、あー、おー、てか、直接刺さらないと効果がないってか？なんかちょっとオーラでさ、なんかあ、火だめとかないのかーい。逃げろ、あと4発。まぶしい太陽、オッケー。あ、ちょ、ほう、オッケー。ちょっと待って。おー、手ぶれバイブレーション。ブル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 、そんなのクリちゃんに当てたら、いっちゃう、果てちゃう、やめちゃって、はい、オッケー。めちゃめちゃ無駄にした、15分の6って。確率としては5分の2、40%。まあ、スリーポイントだったらなかなかいい確率。やばい、あと1分で戻れるか。戻れ、パンダ、ゴリラ、ボリラ、ブリデデ、怠け者。俺のことじゃねえか。誰が怠け者だ、一生懸命誰よりもアクス働いてる中年。これだって今もね、仕事が終わってね、夜中に一人でね、しっぽりとやってんだ。嫁さんにとっては超迷惑ですよ。ポコ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 ペッポーポコ、え、あれどこ行こうとしたんだっけ。あ、こちら。母への速達、母速達、トクトクゾクゾクするマッチョ、トゥク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 トゥ。これを、じゃあ母の、あ、だ、母への速達。さーて、これが終わったら速攻であそこ飛んでいかなきゃいけないからな。ピポン。よし、急ぎ。ここから時間の戦いです。たた。絶望しているそこのあなた、これをプレゼントして差し上げよう。仕事を与えれば、お前はいつだって、働きマニアは、やっぱよ。で、急いで、飛ぼう、ポポポポポ。
飛びます飛びます古いっちゅうの。ネタが古いっちゅうの。ちょっと待ってね。ロックビルじゃなくて、イカール渓谷に行かなあかんのですわ。くだらないです。ポコ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 ピーン。シュル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 。すげえ長いパートになってくるな、これ、今日はね。まあ、いっか。やっぱね、アンジュさんとね、イカール渓谷じゃねえや。誰だっけ？あれ？あ、お相手誰だっけ？あ、カーフェイか。カーフェイボーイ。頑張るの手伝ってくれてサンキューでーす。急いで急いで急いで。でもね、こっからね、サコに見つかるともう一瞬でパーだから、こいつを被ってバレないようにいたします。なんだよ。してしかバレ残すましなんか知ったこっちゃねえわって話なんですよ。さ、てかお前がいることによってさ、サコにバレんじゃねって。お前も十分。てか目めっちゃゴリゴリ見えてるし。あ、ちょ。しかもめっちゃ入っていくところ見えたわ。よし。いや。え？ゴゴ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 。サコンってマジでなんかあれだね、スタルキッドとかムジラよりもさ、なんかちょっと裏ボス感あるよね。神竜とかさ、なんかそっちの、あー、スパークマイオン！そんなすぐ入っててバレないもんかね。待て。行くぜい？うわぁ、なんか高価そうなお宝物がいっぱいあるだす。うえぇ、なんで閉められるだ。書いてよ、お面が飾ってある太陽の面だ。いやぁ、気づけよ。ウィーン、ウィーン、センサー発動。ババ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 、閉めた。いやぁ、いけない。頼む、そのスイッチを踏んでくれ。いいよ、命令するつもり。いいよ。踏んでる間だけ扉が閉まって、そんなこと言われなくても、あなたよりも私、百戦錬磨だからね。よし、オッケー。てか、今取っちゃえばいいんじゃないの？ドア開けるにも、あ、お面が！ズル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 ズダメだ、クロスイッチじゃない、そっちに何か仕掛けがある。なんか取り返せる仕掛けにしてるのがもうダメなんじゃねって思うけど、どう？ディアーオッケージュオンと。待って。あ、じゃあ、危ない。え？あ、ちょっと待って、速くなってるこれ。私たち速くなってる？よかった。ちょ。めちゃくちゃ操作がしにくい。無理。あ、いけた。無理。ちょっと待って。え？これむずいぞ。お。OK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 。え？違うな。これムック押せる？あ、もう一個押せない。引っ張って。あ、引っ張って。あ、でも、キャッ。いいね。お面来てる。やばいよ。お面いっちゃう。あ、ギリギリ行ってない。なんだ、あ、お前かよ。お前はもう、めんどくせえ。はい、さよなら、バイバイ。これで終わりなんじゃねえか。クリア、てれ、お面をゲットです。あ、で、こっち踏んで、しれっとハート回復して、ドーン。イエスー、太陽のお面それください。まだ街へ間に合う。行かなきゃ。たた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 、はーい、半端ねえな。めちゃめちゃ早いと思う。いやーすごいなー。今から走ってか。ちょっと待って、なんか、ちょ待って、なんか知らない間にとんでもないことが起こってる。なぜだ。クロックタウン。え、そんなに中で奮闘してたの？ものの2、3分だと思ってたのに。やばい。戻って。で、ちょっと待って、ちょっと待ってね。で、急いで。
まずまず俺がやらなきゃならない、なる、なら、お、なんだ、俺がやらなきゃいけないララバイってなんだ、子守歌か、眠ることか、お邪魔しまーす、ポストメン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 、やった、もう自由なのだ、やった、やったー、ありがとう、ダーランの旗バディ、よっしゃ、ポストを覗けます、意外と似合います、めちゃめちゃ自由や。自由になりすぎて走り方まで自由になってる。鑑賞見せください。了解です。あ、これってさ、俺が速達見せないとロマーニにもらえないとかそういうオチなのかな。簡易です。こんな時まで簡易かどうかなんてどうでもいいじゃねえか。しかもあの旦那じゃなくてさ、ここのバーの店長とさ一緒に心中しようとしてるこいつってさ、どうなのよ。はいはいはい、ん、夫人、夫人、ちょっとそのさ、あの目と目が合う瞬間じゃなくて、あら、あなた逃げなくているこの女、奥さん、町の人みんな、あ、たぶん、どうも、そういうことなのか、マジか、天使と話す、見ての通り、私は、ん、そうなの、仕事があなたはね、ああ、かまって、全然間違ってないだった、ほら、あなたがこうやって訪れて、そんなポエミーなこと言ってる場合じゃねえ、だって、早く逃げろよ、マジかよ、うおああ、そうか、ポストハットもらえる代わりに、ロマーニのお面はもらえないってことなのね、そういうことか、了解です。じゃあ、仕方がないね。まあ、あと、じゃあ、あと、ここで今日一つ手に入るから、あれ、ちょっと待って、あと一つなんだ？え？あと一つなんだ？ちょっと次回やるまで、ちょっと、じっくり調べておきます。アンジュちゃーん！喋ろう？私、待つことにしました。約束しました。これでいいです。彼を信じます。もうさ、これを、ちょっと来てくんない？ねえ。じゃあ今のうちにアンジュちょっとしっかりともね。アンジュちゃんね、ちょっと顔が長いな。なんかこれ見てるとさ、佐藤しおりさんに見えない？芸能人の。あの、なんだっけ、あの、世界の果てまでじゃなくて、なんだっけ、あの、そこんとこよろしくじゃなくて、なんだっけ、ちょっと待って。目の前でお金をパクってみよう。最低だな。俺最低だな、ほんとに。でも確か5時くらいまで来ないはずだったから、もうちょっと待ってみよう。だから今のうちにお金を預けて、アンさん早よ逃げんで大丈夫なんかで、お前こ、てかさ、ボンバーズの親どうなってんのよ。ボンバーズの親さ、え、子供ほったらかして自分たちだけ逃げてますみたいな状況だったとしたら、とんでもない育児放棄だかんな、マジで。ほんとに。じゃあ、間違えた、こっちだ。ねえ、おめえも逃げろ、逃げるだ、逃げた方がいいだ。カンペってどっか帰ってくるんだったっけ、待ってたら来るのかな。いや、おめえこそよく逃げねえな。あ、悪いけど体、あ、どうぞ。隅々まで見てください。はい。あの、乳首の色まで当ててごらん。抹茶色です。まあ、真紫よりマシでしょ？よし、じゃあ、預けて、これで4000超えたから、あと800ベルで、800ベルじゃねえ。間違えた。800ルピーだな。あれ、ちなみにさ、これさ、なんか最後の晩にさ、あれ、これもう間に合って逃げたのかな？お邪魔します。マーニアー。マーニアー。覆面お断りしまんねんて。いらはーい。あ、まあ、あかん。特別セールしまんねん。今夜の掘り出し物を盗み立ってほやほや。盗み立ってほやほやって言っちゃってるよ。ほんじゃ掘り出し物見ましょう。何これ。ボム袋。ほんま爆弾やねん。あのさ、爆弾屋のさ、二つ隣でさ、盗んだもんですねんって言ってさ、出すのってどうなの？もう倫理違反も鼻正しいところなんですけどね。そんなことを言いながらも、じゃあ、5時くらいに来るんだったっけ？何時に来るんだっけ？ちょっとあんま覚えてないんだよね。なんかどっかからぽい走ってくる。わー、お兄さん、胸ドッキュン、ボッキュンボッキュンだよね。さあ、走ってくる。いやー、結局ね、助かることもなかった、かわいそうな、はぐれ妖精の世界線というところで、あと3分、まだ来てないはずだよね。確か5時とかだったよな。あれ、まだだっけ？ちょっと待ってね。いや、5時のはずなんだよな。5時のはずなんだよな。とりあえず、うろたら。わーお、うろたら。わーお、うろたら。わーお、うろたら。これ、ちなみにさ、あれ。ちょ、なんか難しくなってる。ここってまだ開く？あ、開くんだ。蝶々さんどうなんのかな？蝶々さんいる？さすがにあの、受付の秘書は逃げてるよね。蝶々さん、あ、いた。だってなんとなくそうなっちゃったんだもん。武藤が嫁さん呼ぶって言うから、カーニバル続行。はい。いや、まあまあ、それはいいんだけどさ、あのさ、
おめえさんさ、仲が悪いのか、もう見捨てられたのかわかんないけど、おめえバーの店主と浮気してるぞ、嫁さん。ねえ、目と目が合う瞬間さ、私のロマーニでも飲みなさいよって言って、お乳絞ってたぜ、嫁さん。大丈夫か、それはそれで。で、5時とか4時とかに来るんだっけ？もうそろそろ来るよね。そういうふうに、あ、キャ急ぎ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 、喋れない、喋れない、じゃあ俺が先に入ります、お前の時を止めよう。来るか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 、キャ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 
残念、私です。私だったのだ。そうか、お前だったのか。残念だったな。めっちゃ見つめられてる。はっ、場にそぐわないウサギちゃんがぴょこ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 してる。お、これでてか、仮面と仮面が重なって、なんかすごいおしゃれな仮面が出来上がるって面白いね。あんたに会ったことあるわ。懐かしい匂いがする。そう、耳の裏からする。腐って枕の匂いが。お父さんの匂いと一緒だろう。相当年だろうな、カーセイな。はい。月と太陽の面。時のカーニバルの日に交わそうって結婚しようって嬉しかったわ。金のアンジュ、遅れてごめん。お帰りなさい。ああ、いいなぁ。そこにおっぱいの柔らかさが、むにゅむにゅしてる私のロマーニ飲んで、まるで親子みたい。約束の面を交わそう。避けるって言うから。さあ、かわした瞬間に新しく出来上がるのが、いやー、素晴らしいですね。言うことないですね。こっち見んな。目音になった。承認よ。私ごときが他方でよろしいんですか。じゃあ、まずは、それぞれの、お家から100万円ずつお納めください。二人の愛がみなぎっています。逃げてください。私たちはもう大丈夫です。明日を二人で一緒に迎えられるんですもの。その明日は現実か、はたまた幻か。ちょ、せっかくだからさ、ちょっと おしゃべりしようよ。喋りましょう。どこ見てんの？よし、じゃあ、お疲れさんでしたー。この二人の世界が、なんか むつましいもので終わりますように。ということで、今回は長いパートになりましたが、最後までお付き合いくださいまして、どうもありがとうございましたー。もうちょっとね、ハートのかけらと最後のお面を集める旅に出かけて終わりにしたいと思います。ということで、次回もサブパートになりますが、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみください。ではまた、バイバイ。